さんこんにちは、この前は曲に合わせて足踏みをするということでしたけれども、今回は実際歩いていきたいと思います。ほんのちょっとでいいですよ。それはもうほんのちょっとでいいですからね。家の中ですからね。外でやるとどうしてもね、車とかね、自転車とか危ないです。もう自宅でやりましょうね。さあ、歩き方ですけども簡単です。もう自分の周りをこうやってね歩いたり。さあ、小原さんついてきてください。ついてきてください。はい、この後ついてきてください。はい、そういうことです。皆さんこういう感じですよ。部屋の中をじゃあついてきてください。さっき言ったらダメです。ちょっと皆さんもね、こうやってちょっとそこら中をね歩いて回っていただきたい。曲に合わせてですよ、ね、曲無視してこんなんで歩いたら、曲とダンスは同じもんですからね。はい、ありがとうございました。